こちらではバンド4、バンド8、バンド10という3つのバンドを担当しておりまして、 SIS 都市と呼ばれるものを作っております。
まあ、なるべく美しく作ってあげると性能が良くなるというのがありまして、あの半導体のセンサーもそうなんですけども、見た目が美しいセンサーは性能もいいという、まあ、こちらの、作ってるセンサーも見た目が美しいやつは、まあ、性能がいい傾向にあるという。アルマ望遠鏡は数が多いと。で、性能も非常に低座層のものを求められていると。そういう高品質のものをたくさん作らなきゃいけないというところが一番の特徴だと思ってます。うまくできなかった場合はどういう時にうまくできなかったっていう問題を抽出して、条件を追い込むことで、安定していいものを作ることができるようになりました。それで、66台以上という、アルマ望遠鏡にも対応ができると思っております。バンド9まではニオブっていう材料でできています。ところがバンド10になるとそのニオブの動作周波数限界を超えるんですね。それは材料の持ってる本質的なもので、あの回路ではどうにもならない。じゃあどうしなきゃいけないかっていうと、まあ、ニオブは使えないんで、もっと動作周波数が高い超伝導材料を使わなきゃいけないと。ファーストライトがあり、その初めて天体からの信号を我々の受信機で受け、それから複数の受信機を使って、ちゃんとその複数の受信機がうまく干渉して、まあ、信号がちゃんと出てますよっていうものを聞いた時にはもう非常に嬉しかったですね。しかもその周りの観測している方々の写真とか、そういうのがこうにこやかな感じがあって、もうそれはもうこれまで体験したことのないような感動というかね、感動というんでしょうか、嬉しさというか。